さっさと吐け、この旧時代の異物が。お前がここのセキュリティを設計したんだろう。エリスはどこにか。自治臭い君たちの暴力になって、エリナ様、エリナ様。まあ落ち着け、俺たちの目的は逃げてるやつ。あの、この調子じゃ続けても時間の無駄。俺は賛成。どうしたちがそう。離せ。
Thank you.
たもたすな。さっさと。私たちは人質ってことは、うちお金持ちなの。お金なら、うん、金か。そんな紙切れで威張れる時代はもう。そんなもの雷神同士が作る新世界には不要。くさ、手を焼かせやがって。さっさと。待て、後ろにいた奴はどこに行った。しまった、いつの間に。残りの奴らはついて。道が塞がって。てめえごとき雑魚が。いいぜ、ちょうど退屈してたとこだ。覚えてね。うわ、それはないわ。あんた絶対モテねえだろ。で、せ？それってテレビとかで見る金持ちの家にある秘密の部屋。おっと、そんな場合じゃなかったね。あのよ、おかげで助かったぜ。てもし私に手伝えることが。こそ泥ぐらいしか芸がないけどさ、私は恩知らずじゃないからね。借りはちゃんと返すよ。
タワー内の皆様にお伝えします。勇者ガーディアンによる救助活動への妨害工作が続いております。どうか行動される前にそれがもたらす意味を考えて。ガーディアン、一緒にコーヒーでもどうかな。また連絡するよ。
私はでもお手洗いに行って戻ってきたらそういう視線があった。まか正直最初まあもちろん最終的でもその時に思いついた特殊なルールがあるの。よし、真ん中にある脱出ボタンを先に押した方が勝ちだからね。じゃあThank you.
私たちはみんな死ぬんだ。あんなものが起動したら何もかも終わりだ。
Thank you.
Huh.
死にたくなければ死奴らが来たら私が追い払います。だから隠れていてください。武器もないのに何を言ってる。こいつの言う通りだ。戦うならもう十分生きてる俺たちが戦うべきだ。ジョーちゃんの人生はまだこれからなんだぞ。そんなこと言っちゃダメだ。さっさと開けるんだ。あれ急に意識が弱いくせ。私は一体何をしてるんだ。はあ、もういい。今さら貴様と関わったところで、なぜわかった？貴様は私のローブ姿しか見たこと。ポータルの向こう側の時空間で私を知ったのか。そして未来の私を倒して帰還したわけだな。ありえない。無限にある時空間の狭間に飛ばしたのに。呆れ果てて言葉も。さっさと帰って一杯やりたい気分だ。それで私に何の用？見ての通り、私はもう軍団長でも何でもただのトイレ清掃員だ。まだ犯人。もし私にとどめを刺し、今日だけは見逃してもらう。あの汚染種族、私がいなければ、ここから脱出した後ならいつでもその件を受けてやる。頼む。これは、貴様、なぜこれを。おい、ここにいるぞ。さっき逃げた清掃員どもだ。ああ、この感じ、本当。
なぜ貴様が私の剣を持っていたのか聞き世話になった。あり。セーフハウス。なるほど、わかった。この私の剣が必要なら。貴様に借りを作ったままな。これでプレデターの借りは返したぞ。後から恩を着せよ。緊急事態かと思ったが、そうでもなかったみたいだな。まあいい。私の剣が必要な時。